皆さんどうもこんにちは、文系アーカリストのハテナです。はい、ということで皆さんいかがアクアお過ごしでしょうか。私はですね、アクアリウム部屋が着々と完成に向かっておりまして、忙しくも楽しくアクアライフを満喫しております。ちなみに本日はちょっと気分転換に BGM を変えておりますので、ゆったりとした音楽とともにお楽しみいただければと思います。本日の動画なんですが、冒頭にもありました通り、アクアトリエの進捗状況と水槽のメンテナンス等についてお見せしたいと思います。ちなみになんとチャンネル登録者数が1000人目前となっております。いや本当にこんなこと予想もしておりませんでしたので、1000人を超えたらどうしようと今焦っているところであります。本当にありがたいことではありますが、今後はどうしようかと動画の準備やらで悩んでおります。とはいえ、超えた時にはしっかりとご報告したいと思います。これからもご視聴いただければ大変嬉しく思います。それでは本日の内容に移らせていただきます。アクアリウム部屋に水槽を移して数ヶ月経過しましたが、一つ気になっていたことがありました。それがこの窓。実はこの窓、もともとカーテンがかかってたんですが、アクアリウム部屋に合わないのと、布製カーテンでカビたりしないかと心配で外しておりました。ただずっと窓を閉めてる関係で暗くてずっと気になっていました。さらに動画を撮る際にも映り込みが面倒で、動画がボツになったりといろいろと問題がありました。そこで何かしら対策をしないといけないと思い、いつも通りめっちゃ悩んだ挙句購入しました。こちらウッドブラインドです。オンラインショップでオーダーメイドで注文しました。ウッドブラインドって昔から憧れだったんですが、めっちゃ高い印象があって敬遠しておりました。ただよく調べてみると、アルミ製のブラインドとそこまで変わらないようで、思い切って買ってみました。ちなみにウッドブラインドは結構重いらしく、窓枠の幅が160センチを超えているということもあり、今回は2つに分割して注文しました。まあ窓を開けることはないので1枚物で購入しても良かったのかもしれませんね。ちなみに金額ですが、幅が80センチ、高さ100センチ程度のものを2つ購入して1万2100円でした。このショップのがいいのかよく分かりませんので、概要欄に載せるのはやめておきます。気になる方がいらっしゃればコメントください。ということでささっと取り付けました。ブラインド取り付け風景は興味ないと思いカットしました。最後にこのようなカバーを取り付けたら完成です。私は例のごとく1人で作業しましたが、できれば2人で作業することをお勧めします。ということで完成したのがこちらです。めっちゃいいです。いや今回ホワイトを注文したんですが、部屋の雰囲気にもぴったりだったと思います。このお値段でここまで質感を得られるのはいいですね。ちなみに下に映っている水槽は今立ち上げ中です。撮影もしているのでまた動画をアップいたします。ではお次はこちらです。この60センチ漏水槽のメンテナンスです。昨年11月に立ち上げた丸太流木レイアウト水槽ですが、水草も順調に成長しています。というより成長しすぎです。こちらが赤が美しいロタラレディッシュなんですが、伸びすぎて水上溶化しています。3ヶ月のうちに何回もトリミングしていまして、ちょっとサボったらこんな感じになってしまいます。でまあ、そもそも高さが低い水槽なので、有形層はすぐに水面に来て、諦めてこのまま放置しようかとも思っちゃうほど、ただ下の方がダメになってしまうのでカットしていきます。カット自体は簡単なんですが、なぜかやる気が出ないんですよね。やる気が出ないというより、なんとなく後回しにしてしまう。カットした水草の処理に困るかもしれませんね。で他に使い道がない水草って皆さんどうしてますか？私は余っている水槽があまりないので、基本的には捨ててしまっています。まあなんとなくそれがもったいない感じがして、カットは後回しになってしまいます。皆さんはフリマアプリとかで売ってるんですかね。まあ、私はですね、決して完璧な状態でないものを売るのは気が引けて、値段をつけるのがちょっと申し訳なく思ってしまいます。アクア仲間がいれば全然あげるんですけどね。まあそんな友達いませんよね。もったいなくはあるんですが、捨てるしか道がない状態です。奥のロタラなんかもカットしておきました。かなりスッキリしましたが、また1ヶ月後にはカットですね。次はこちらのエキノドルステネイルス。こいつも順調すぎて、いろんなところに顔を出しています。逆に勢力を伸ばしすぎて水系を崩してしまいます。まあ、邪魔な部分は手で引っこ抜きます。せっかくのブセファランドラが隠れてしまってますよね。隠れていた流木も現れていい感じになります。あとはこちらのグロッソスティグマ。こいつも成長速度がやばいですよね。こんなに高く成長するとは思っていませんでした。かなりカットするタイミングは遅いかと思います。そもそもこの水槽は成長速度の速い水草ばかり入れてしまったのがダメだったかもしれません。その分苔も生えず順調ではあるのですが、ブセがグロッソさんに覆われちゃってますよね。ブセの葉っぱを切らないよう気をつけながらカットします。ちなみに最近ブセにはまりそうで、新しく立ち上げた水槽にもブセを使いました。アヌビアスとか陰性水草の魅力に取りつかれてきたんですね。
光合成をして気泡をつける水草もいいんですが、石や流木の陰でひっそり佇む陰性水草もなんかいいんですよね。これぞわびさびってやつでしょうか。と言ってる間にいい感じになってきました。やっぱり下葉がちょっと黄色く枯れているところがあります。やはりトリミングはちゃんとやらないとですね。こんだけ取れました。モンハンみたいなアイテムボックスが欲しいなと思う今日この頃。どんどん行きましょう。お次はこちらの45センチ気鉱石レイアウト水槽です。実はしばらく青緑だらけでした。というのもミクロラスボラ花火を救うため一旦ヤマトヌマエビを取り除いておりました。その後ガリガリの花火さんも見事復活しました。あれから直後に数は減ったんですが今は安定しています。今では安定のミリフィッシュをしっかり食べています。私は餌はこの1種類しか使っていません。私ぐらい生態数だと何種類も餌を用意しても使い切れず、できるだけ種類を減らしたいと思いたどり着きました。今のところ1種類でなんとかいけています。で、今回はこの花火さんの報告よりも気になるポイントがあります。それがこちら、水槽前面部のパールグラスです。成長速度も速く美しくはあるんですが、前の方にあると存在感がありすぎて水系のメリハリがなくなってしまいます。で、下のキューバパールグラスもほとんど存在が消えているので、今回は大胆に取り除いてしまいます。下の状態がどうなっているか不安ではありますが、ハサミを入れていきたいと思います。やっぱり黄色くなってましたね。こちらも大量に収穫しましたが処分です。もったいないですが仕方ないですね。エビさんたちが群がっています。で、カットして思い出したんですが、あの部分になぜパールグラスを植えていたのか、それはこのように影になっていたからでした。で、影の部分はキューバパールグラスは成長しないだろうとパールグラスを植栽したのを今思い出しました。そのことを忘れてカットしちゃいました。影の部分がソイルむき出しになっちゃいました。これどうしましょうかね。まあちょっとどうするかはまた今後考えます。で、カットしてみたらやはり陰影が出ました。気鉱石が際立ってより印象的になりましたね。皆さんはいかがでしょうか。私的にはカットしてよかったように思います。で、青緑発生中に黒ひげゴケもちょいと発生していたようで、その辺はまた対処しておきたいと思います。アクアリウムを始めて成長したと感じるのは、少々苔が出た程度では動じなくなったということです。対処法が分かればそれほど怖くないと思っています。ということで、本日はアクアリウム部屋のブラインド取り付けと水槽メンテについてご紹介してきました。また立ち上げ動画も近日中に上げておきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければ幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。